かりと本当に運転しないと、まともに走んないのこれ。実車っぽいその辺がね。はい、こんにちは、ピカですかね。グランツーリスモ7とフォルツァ比較ということで、今日ね RX7 これをフルチューンどこまでできるのか企画やっていこう。グランツーリスモ7もねフルチューンできるし、フォルツァモータースポーツアップデートでねいきなりフルチューンできるようになったので、そちらの方との比較やっていきたいと思います。それではやっていくで、まずはちょっとね RX7 新車を購入していこう。ポチ、高くない？大丈夫これ？はい、まずはねノーマル乗り比べやっていこう。ピーって言うねちゃんと。そして右ハンドルだね、めちゃくちゃターンインしてくる。やっぱいいな、ちょっとボディ剛性が不足してる感じはあるけど、リアは粘る。速っ、うわ楽しい。あーセブンめっちゃ楽しいんだけど、いいな、自在だな。入って立ち上がっていく、いいね、めちゃくちゃいいんだけど。はいはいはい、こんな感じで了解。次フォルツァの方やっていこう。車を購入していきましょう。マツダ RX7 ん？どっち？どっちなんですか？え？2002年スプリット R タイプ A、まあ、かっこいい方買うよね。はい、ということで車購入していこう。大丈夫これ、いくらいくら？84,000円。案外ないんだけど、お金ないんだけど、大丈夫かこれ、大丈夫か。はい購入。まずはノーマルでねやっていきたいと思います。こちらもよし、いくぞ。さあ、あこっちも右ハンドルだね。さあフォルツァモータースポーツ RX7 やっていこう。ピーっていう音はないね、レブリミットの。クラッチの遅れノーマルでもだいぶなくなったよね。こっちの方がやっぱアンダーになるな。ちょっとタイヤの流れるまでの感じはグランツーリスモと結構似てんだけど、その限界付近、グリップ限界が来てグリップが下がるところが急激に下がる感じだよね。アングルがついてだから急激にハンドルが抜ける感じ。だからしっかりこう荷重をかけて、もうリアルっちゃリアルなんだよな、これはこれで。グランツーリスモもリアルっちゃリアルだよな。色がやっぱちょっと薄いよね、コントラストが。まあ、同じ設定、ディスプレイの設定でやってね、ちょっと薄めかなっていうね。本当にこうシビアなコントロールが要求される。用とかやっぱりこう用の残り方とかさ、なんかそういうのが結構リアルだよね。グランツーリスモはなんかちょっと簡単になってるってこと。これでもグリップ
のさせ方とか、あーこういうのが実際なりそうだよねっていう、あそこまでの限界で走っちゃうとみたいなところがあって、ちょっとハイグリップ履くと楽しいかなみたいなね感じはあるね。なんかコンフォートタイヤも履いてる感じなんだよな。アメリカで売ってるコンフォートタイヤみたいな、アメリカで売ってるコンフォートタイヤでなんかニュルの路面をアメリカのサーキットちょっと低ミューのね感じの舗装にしたところをアメリカのタイヤで走ってる感じ。ラスベガスのねサーキット走らせてもらったんだけど、すごい抜いてたよね。おー難しいけど、タイヤモデルが本当にちょっと似て非なるものだよな、グランツーリスモとは。どっちがリアルかとか、なんかそういう次元じゃねえんだよな。なんか基本的に履いてるタイヤがもう全く違うよねっていう、路面コンディションがもう全然違うよねっていうね。感じだから、これはこれでこういう感じ、リアルだし、グランツーリスモはグランツーリスモで、ハイグリップなタイヤを履いて、完璧にこうなんか、お釣りの来ないっていうか、なんだろうな、比較的運転しやすいセットの車だとあんな感じだよねみたいな。ツーリスモぐらいの感じで実車で走っちゃうと、いやいや そこまではいけないよねっていう感じからすると、フォルツァのこのなんか本当にこう我慢しなきゃいけないこの感じ、アクセルちょっと戻さないといけないなっていう雰囲気からすると、こっちの方がまあリアルっちゃリアルなのかなっていう感じがあるよね。どっちも別にリアルさどうでもいいんです。こうゲームとして速さを追求しますっていう人には、まあ、どっちでもいいんだよ別に。どっちが正解とかないからさ、ゲームとしてはどっちが正解とかないわけじゃん。ゲームなんだから実車とひたすら比べるんじゃないって言われますけど、別に比べてもいいじゃん、買ってじゃんみたいなところある。やっぱり似てた方が俺は楽しいなと思うんですよね。競技という意味で言ったらトツミンね、やっぱり実際に繋がってた方が楽しくない？はい、こんな感じだね。これがちょっとフルチューンしていくとどうなるかっていうのをやっていきたいな。なんかねこのフォルツァの方のセブンなんだけど、まあすごいリアルっちゃリアル、本当のノーマルカーみたい。これわかるかな、本当のノーマルカーってこんな乗り味なんだよねっていう感じなんだよね。で逆にグランツーリスモの方は結構ねやってある車っぽいんだよね、足回りとかが。なんかもともとああいう車高じゃないし市販車って、そこがねまあ RX7 っぽくグランツーリスモはこんなイメージだよねっていうののもう一番すごいバージョンで、フォルツァの方は本当にこう素で乗るとこんなもんだよねっていうところがある意味忠実に再現されてるみたいな感じなんで、逆にこのフォルツァの方の RX7 をチューニングしてグランツーリスモっぽくするっていうのをねやってみようか。そっちの方がちょっと面白いと思うんだよね。エンジン系はまあいいよこのままでね。ちょっとねブレーキとかもうちょっとよくスポーツっぽくした方がいい。でサスペンションはレース用にして、あれだね一番向こうまで行くとドリフト用ですよって言われちゃった。そうだね、レース用に今一回ちょっとこのくらいにして、スタビも入れてスポーツぐらいで
そっか、スプリングもスポーツぐらいにしとくか、一回な。ディアスタビもスポーツ入れて、まあ、軽量化はなし。で、ちょっとボディ補強軽く入れる感じぐらいにして、タイヤも、コンパウンドを、今何なんだろうね、これ。ストリート、スポーツ、レース、ストックなんだ。ストリートでもないんだ。一番しょぼいタイヤ履いてんだ。あ、これちょっとタイヤの乗り比べやってみたいな。ちょっとストリートにしてみよう、一回。このぐらいで一回やる？ちょっと乗り比べていい？そうか。タイヤがストックなのか、これ。だから違うんだ、これ。ちょっと待った。そういうこと？なるほどね。ちょっと分かってきた。いや、なんか明らかにタイヤがさ、しょぼいタイヤだよなっていう感じなんですよ。なんで、あれ？と思ってたんですが、今更気づく俺。いや、コメント欄で結構それ指摘されてたよね、私ね。すいません。タイヤ変えてみた方がいいですっていう。タイヤ変えて乗り比べてくださいみたいな。いやー、ダメですね、本当にね。はい、ということで、これでね、ニュール、行ってみよう。はい、それでは、タイヤをね、普通のタイヤから、ストリートタイヤに変えた。ストリートタイヤだけでも、だいぶ違うんだ。まあ、ストリートスポーツみたいな感じだったね。あ、全然グランツーリスモみたい。なるほどね。一段階の、わあ面白い。あ、このタイヤ結構難しいよ。流れ出しが結構、流れた後早い。うわ楽しい。ちょっとキーボードが落ちそうになって、こういろいろやってる、いろいろやってる。すごいじゃん。はい、これ多分コンフォートタイヤぐらいなんだな。あ、グランツーリスモっぽくなってくどんどんちょっと面白い。ちょっと次のタイヤやってみよう。スポーツタイヤやってみたい。タイヤ、あ、全然違う。タイヤ幅ノーマルのまま、今ストリートだったもんね。かなり食うよこれ。でもスポーツ、レース、そうか、スポーツタイヤがセミスリなんだよ多分ね。いや、めっちゃ面白い。さあ、スポーツタイヤセミスリだね多分。あー、なるほどね。はい、グランツーリスモになりましたね。おー、グランツーリスモ。うわ、まだでも全開できないもんな。流れ出し早いよな。まあ、タイヤモデルの違いが。あるけど、まあ。全体的に流れ出し早いな。アンダーにもなりやすい。リップの限界は上がるんだけど、もうアングルがついて、スリップアングルがついて、グリップが下がるところの下がり方がやっぱ急激だよね。そこがなんか後ろ実車っぽい感じ。いいね。デコボコに関しては、あ、やりすぎたやりすぎた。面白いね。レースまで行っちゃうとスリックだからちょっと行き過ぎなんだよね、市販車。なんでこのスポーツタイヤでかつ幅を変えられるってことか。255ってある？まあフロント255ってあんのかな。いや、さすがに295ぐらいまでじゃない？で、245ぐらいじゃない？このぐらいだよね多分ね。お金でカーポイント変えるの素晴らしい。ついでにホイール変えようか。ついでにホイール変えよう。どんな感じ？なんかこんな感じで。かっこいい。はい、タイヤ幅がね変わってるバージョンいってみよう。おー、いいね。わー、グランツーリスモっぽくなった。
グランツーリスモっぽい。あ、流れ出してからが早いかな、こっちの方が。こういう特性のタイヤ、こっちがリアルとかではなくタイヤの違いだよな。なんか路面のこう感じの違い、サラサラしてるよね。ホリっぽいっていうか、なんか流れ出したら結構早いっていう、そんな感じですね、ホルツァは。全体グリップの感じは、なるほどね。やっぱり前後荷重にシビアかな。やっぱりちょっとホルツァの方が難しいよね。こういうとこも、あ、難しいよね、やっぱり。あそこやっぱりあの感じじゃいけないもんな。いや実際にあそこすごい、実車で走るとあそこすごい、あんなんじゃいけないんだよね。確かにいけない。フランツーリスもでもいけちゃうんだよね。そういうところはちょっとやっぱり、なんだろうな、誰でもこうできるようになってるかなっていう感じはします。めっちゃ難しいやん。クラッチちょっとまだ遅れるね。ちょっとパフォーマンス今ちょっとあのそこのパーツ入れてないんで遅れちゃいますけど、パーツをレベル0から入れられるっていう感じだったんで。でもいいね、この感じは本当に実車っぽい、実車っぽい我慢が強いられる。楽しいとかまた違う問題なんだよな。こう実車に近いから楽しいとかっていうわけじゃなくて、実車に近い我慢とこの流れた時のこの感じ厳しい。厳しい。そうだよね、そんなに素人がそんな勇気で走っちゃダメって言われてる感じ。楽しい。でもちょっと実車っぽく乗らないと行ってしまうんだよな、これ。ちょっといやこれ本当にホルツァ難しい。とにかく難しい。本当にしっかりと本当に運転しないと、まともに走んないな、これ。実車っぽい、その辺がね。本当になんか難しいセッティングっていうか、難しい路面コンディションの実車っぽいんだよな。難しい。うわー、あそこも、あそこめっちゃ緊張するんだけどさ、2つのコーナー
ぱフォルツァはめっちゃ本当に緊張するもんね。なんか怖って思う。グリップ感にこうしてもやっぱり流れ出してこの感じ似てるっちゃ似てるけど、そうなんだよね、グランツーリスモにそっくり。いや結構似てると思うよこれ。めっちゃ難しい。タイヤの使い方がもう本当にめちゃめちゃ難しい。リップ限界をいかにこう探って、荷重とスリップアングルの四輪のこうバランスみたいなものを考えながら、前後バランスでこのそれぞれのタイヤ荷重がこのぐらいで、それぞれのアングルがこのくらいまで共有するんだろうなみたいな。いや今のいなし方とか、用のいなし方とかさ、ハンドルでの、いやマジで実写だもんな、脱力の仕方。なんかハンドルがこうセルフステアが当たる感じをいなす、こうなんだろうな、力抜くみたいな、セルフステアに身を任せる感じとかさ、こう実写っぽいよね。ツーリスモにないかな。いやグリップ限界面白いわこれ。グリップ限界のところが本当にのなんかさ、グリップそれぞれのタイヤのグリップ限界のところのコントロール、四輪の荷重とスリップアングルのコントロールが面白い。実車乗ってるみたいな感じ、すげえ楽しい。ツーリスモにもあるんだけどね、なんかもっとたくさん要求されてる感じがするよね、その辺が。ちょっとその、ね、グランツーリスモタイム上がってくると、まあ、よりそういうのが要求されるんだけど、こっちはもうちょっと本当に低い速度でも、面白い。はい、ということでやってきましたけど、いやなんかフルチューン企画じゃなくなっちゃったんですけど、なんかねグランツーリスモとフォルツァを同じような車のセットにすると、なんかやっぱタイヤモデルの違いとか、やっぱり前後グリップバランスの違いとかのコントロールの範囲がフォルツァの方が大きくて難しいんですよね。でグランツーリスモは結構狭い範囲で、まあ、タイム削るところのギリギリのところではやっぱちょっと違いがすごい出るんだけど、その他のみんな8割方で走れる感じがするんですよね。
その辺がこう誰でもが楽しめてっていうセッティングになってるけど、フォルツァは本当にこうまともに走れるまで結構大変っていう、そういうなんかゲーム性があるのかなっていう、まあ、その2つのゲーム性の違いみたいなものが感じられて、本当にねちょっと面白いなと思いました。なのでまあ実写派は多分フォルツァの方が最終的にこう危険な目に遭わないっていうか、逆にこう実写の方で出るさまざまな危険な動きとかが平気で出るんで、ゲームでその辺がこう初心者に優しくない感じがするんですよね。それが逆に面白さとしてあるのかななんてね思ったりもしましたね。2台のね同じ車を違うゲームで試してセッティングを近づけていくっていうようなこともやると、またいろんな違いがね見えてきて面白いかなと思いました。はい、ということでまたねこれやってくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。フルチューン企画もやります。